皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、しかし三笘の快進撃が止まらないね。日本だけではなく、プレミア全体でもにわかに注目が集まってきてる気がするのですが。ワールドカップでの中断からの再開後でリーグ戦4試合に全てスタメン出場して2ゴール。内容も攻撃の軸と言っても良い。どの試合でも相対するサイドバックに全く負けていませんもんね。そして昨晩はリバプールと対戦。再開後はアーセナルに敗れはしたものの、上位陣に食らいついてるブライトン。リバプールも波に乗り切れてないわけですし、叩きたいところですね。三笘はリバプール戦もスタメン出場。ここまでの4試合と同様にこの試合でも相手の守備陣を翻弄。相対するサイドバックはアーノルド。ワールドカップは怪我でこそ出ていないものの、イングランド代表の選手に対して、三笘は全く負けてなかったね。というか、完全に勝ってましたよね。前半12分に左サイドでボールを受けると一瞬で加速してアーノルドをぶち抜いてファウルを誘ったシーン。前半17分も突破からマティプにイエローカードを出させたシーン。前半32分、ボールを受けたワンタッチで完全にアーノルドをかわしてペナルティエリアまで持ち込んだシーン。そして後半の頭にペナルティエリアで受けて先制点につなげたシーン。アシストがつかなかったのは残念でしたよね。微妙なところでしたけどわら。そして後半もブライトンは優位に試合を進めて、試合終了間際に三笘は交代。この試合得点こそなかったもののこの交代時の拍手や歓声が三笘がチーム内でどれだけ重要かを表してたよね。いや、本当に。あとはゴールですね。だね、この試合でも前半に決定的なシーンがあったもののミスキックのような形になり枠に飛ばず。あのあたりが形になってきたらもうとんでもないことになるんじゃないかな。ですね。ともあれ、ブライトンはリバプールを相手に3対0と快勝。もちろんにゴールのマーチに賞賛が集まっていたものの、海外の掲示板では三笘を称える声も多い。その一部を紹介しようと思うよ。アーノルドにとって三笘は悪夢だったね。常に追う形になっていた。三笘の突破はもちろんだけど、失敗しても何度でもチャレンジしてくれるところが好きだ。決定力があれば、なんて声もあるけど俺は満足してるよ。再開後は三笘抜きでは考えられないほど。ブライトンにいつまでいてくれるか、三笘はもうそういう選手だよ。スピードとそれを活かすための判断力。ボールを受けた時点で抜いてるんだもんな。このまま行けばワールドクラスのウィングになるよ。今のままでもプレミアの大半のクラブではスタメンだ。最終ラインを幾度なく突破する三笘を見るためにこの試合を見てるわけじゃねえぞ。マカリスターと三笘の左サイドはどこのクラブと比較しても引けを取らない。どこに行くんだろう、VIP7 のどこかに行くぐらいならラリーガにでも行ってくれ。トロサールを失うのは確かに痛手だけど俺らには三笘がいる。大絶賛ですねー。掲示板でも書き込みが多かったように、ブライトンからはトロサールが移籍をするのでは?と言われている。ブライトンの攻撃の中心でもあり、三笘のライバルとも言われてる選手ですよね。リバプール戦の前の会見ではデゼルビ監督が、FA カップ前のトレーニングで、自分がプレイしないことがわかると、彼は私に無断で練習場を去った。これは褒められたことではない。彼と話し、この態度が気に入らないと本人に説明した。我々はレアルマドリードやバルセロナのようなビッグクラブではない。我々はブライトンであり、他の選手と同じように働く選手が必要だ。とコメントしているように、チーム内で不和を生んでいる。さらにトロサールの代理人もこの関係性に対して、ワールドカップの前、ブライトンにはトロサールとの契約延長の考えがあった。しかし双方は合意に達しなかった。必然的に次のステップへの準備をしなければならないし、トレーニング中に他の選手の間で衝突があったのならば、これは雰囲気やパフォーマンスの面で双方に助けになるものではない。トロサール自体もふくらはぎに違和感があり、トレーニングをやめたのもそれが原因である。これはスタッフも知っている。コミュニケーションを取らない監督は理解できない。移籍が最も合理的な解決策だとも言っていた。ならば、ブライトンがこの移籍市場で新天地探しに協力することが重要だ。と移籍を前提にしたコメントを出している。もはや1月の移籍市場でチームを移ることは必然だね。逆に言うと三笘のこの冬での移籍はほぼなくなったってことですかね?チームとしては絶対出さないだろうし、三笘自身のキャリアで考えても、今はブライトンの方が得策な気がするね。なるほど。しかしトロサールが抜けるのはそうやって考えるとチャンスですね。逆に移籍できなかった場合は夏まで干されるような形になりかねませんし。これは監督が悪い、トロサールが悪い、そういった問題でもなく、サッカーにはよくあることだからね。ただチームとしてはトロサールが抜ける場合、どうやってその穴を埋めていくかを考えていかないといけない。そこに登場したのが三笘というわけですね。
トロサールはワールドカップの中断前までは7ゴールを決めており、チームのトップスコアラーであり攻撃の核。そのトロサールは2023年になって試合に出ておらず、リバプール戦を前にこういったことが表面化。前回のリバプールとの対戦ではトロサールはハットトリックの大活躍でチームに勝ち点をもたらしていたからね。そのトロサール不在でリバプールに快勝したのは雰囲気的にも良い感じですね。これでブライトンは7位に浮上。消化試合数にばらつきがあるプレミアだけど、来季の CL もしくは EL の出場権を得る可能性は十分にある位置。まだまだ気の早い話ですけどね。リーグは残り18試合。ここで三笘ががっちり定位置をつかめば2桁ゴールも夢じゃないかもしれない。18試合で7ゴールですか、なかなか厳しいけど今の三笘ならありえない話ではないですね。90分平均得点は現在 0.4。ここから毎試合スタメンでほぼフル出場したとしたら、理論的にはあと 7.2 ゴール決めることになる。ってことは今のペースならば2桁ゴールは現実的ということか。もちろんそんなに甘いものではないし、昨季プレミアで10ゴール以上決めたのはわずか25人。でもせっかくのチャンスなんだし、行けるところまで行ってほしいですね。試合後にデゼルビ監督が出していたコメントに、三笘には毎日のように繰り返し、10ゴールと伝えている。と言っていたように今後も起用を続けたいと思えるプレーを披露できれば全然あり得る数字だよ。トロサールも移籍となると、今後もリーグでの出場は増えますかね？チーム内でも三笘の実力を疑う仲間はほぼ皆無。リバプール戦でも素晴らしい動きを見せていたエクアドル代表のカイセドは、三笘はファンタスティック。彼はあまりに簡単にプレーしてみせるね。一緒にプレーしていて楽しいし、練習でも同じチームでいてほしいんだ。彼がボールを持つと、一つのアクションで複数の相手をかわすことができる。あの技術はすごいよ。と下を巻き、ここまで18試合にスタメン出場している同僚のサイドバック、グロスも三笘について。個人的には、1対1での三笘は自分が見てきた中でずば抜けている。最高の選手の一人だよ。サイドでボールを持ったら、誰でもかわせる。どんな舞台でどんな相手でも問題を起こせる。と自身のポジションであるサイドバックの視点も交えてコメント。さらに、ワールドカップでも途中交代から最高のチャンスを作り出していた。彼は類稀な選手だ。と絶賛しているね。チーム内でも地位は確立していると思ってて良いんじゃないかな。信頼されていればチームの中でもボールは回ってくるだろうし、チャンスも与えられるからね。このままビッグクラブに一直線か、ブライトンで欧州に殴り込みか、どちらか来季に実現すると良いですね。ブライトンはチームも監督も良いチーム。三笘にとってブライトンで数シーズンのキャリアを築くのも悪くないだろうし、ビッグクラブからのオファーがあれば数少ないチャンスとして飛び込むのも良いと思う。いずれにしても、今季ここからが勝負。一層の活躍を期待したいね。本当にそうですね。そして三笘に負けじと劣らず久保選手も大活躍でしたね。そうそう。三笘選手の活躍をまとめるだけで、ちょっと長くなってしまったので、久保選手の活躍は、この後の別の動画にまとめてすぐアップするので、ぜひそちらも見てください。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。